はい、皆さんこんにちは。本日はですね、私こちらをご紹介したいと思います。こちらはですね、まあ皆さんご存知、 Amazon さんが出してます Fire HD 10 Plus になります。この前のね、ブラックフライデーセールで購入しました。多分ね、プライムデーの方が安かったと思うんですけど、あんまり変わらなかったかなと思うので、まあ一応ね、プラスを購入しました。価格はですね、1万弱だったかなと思います。もともとは多分1万8000円ぐらいだったと思うんですけど、これですね、結構優れてますよね。ワイヤレス充電で4ギガのメモリがあって、アレクサ対応らしいです。どれほど使えるのか分かりませんが、一応試しに購入してみました。で、32GB モデルですね。まあこちらはね、マイクロ SD で一応最大 1TB まで使えますので、全然ね、内蔵ストレージはね、少なくていいのかなと思います。早速ですね、開封していきたいと思います。 Amazon さんもね、いろいろと今配達が大変そうで、 Amazon さんというかヤマト運輸ですね。ちなみに8ギガじゃないや、ちなみにですね、8、インチのものもね、購入しました。それはね、母用にクリスマスにあげるつもりです。はい、すごいシンプル、説明書ですね。なんだこれは。説明書とケーブルですね。 USB Type-C のケーブルとチャージャーですね。すごいですね、安いのにちゃんとチャージャーがついている。今のね、 Apple だともう安くて高くてチャージャーもついてないので、この点素晴らしいですね。 Amazon って書いてあります。結構ね、裏の素材はちょっとね、ラバーチックな感じ、うん、でいいと思いますね。結構いい感じだと思います。まあ、長く使うと多分テカってくる感じの素材ですね。うん、可愛いですね、このマークね。ちょっとね、設定していきたいと思います。おすすめ機能 4U を使えば、あなたにぴったりのコンテンツをいろいろな形でおすすめしてくれるから、楽しさがぐっと広がります。新しい Fire タブレットをぜひお楽しみください。はい、ということで、私ね、こちら Amazon の Kindle Fire HD 10 Plus をね、ちょっと使ってみたんですが、まあ、感想としましてはかなりいいんじゃないかなと思います。なんて言ったって1万円弱ですよね。で、プラスじゃなければ本当1万円切る価格で販売されますので、これいいと思います。で、まあこれね、動画見るように僕は買ったんですけど、まあ、1万円でこのクオリティだったら、まあiPad mini が5万円弱でしょ ?6 万円。なので6台分ですよね。うん。すごくいいんじゃないかなと思います。で、Alexa 自体もこれ使えるので、スタンドがあればね、普通のエコーシリーズと同じような感じで使えますし、すごくおすすめできると思います。結構ギフトには本当ね、価格も安くて、タブレットとして使えます。十分使えます。ですので、本当ね、いいんじゃないかなと思いました。で、ブラックフライデーセールが終わりましたが、まあ次だとどうなんだろう。年明けのお正月とか多分安くなると思うし、Amazon プライムデーとか、まあしょっちゅうね、やるんですよ、Amazon さん。で、Kindle 系は安くなりますし、まあ Amazon Fire HD シリーズも安くなりますし、エコーシリーズも安くなります。で、買い目としましては、このプラスじゃないものが1万円とか9000円台で出るときはかなり安い方です。で、この子も5000円引きぐらい、だいたい 20% オフ 30% オフぐらいがちょうどね、買い時の値段になります。で、プラスと標準のね、無印だと、まあ、メモリーが違うのと、背面のね、ワイヤレス充電があるかないかの違いになります。で、だいたい3000円ぐらいの違いかな、うん、だったらどっち買うかって話なんですが、個人的には
まあ3000円ぐらいだったらメモリ多い方を買っといてもいいのかなと思いますね。うん、まあそのワイヤレス充電に関してはまあどっちでもいいんですが、やっぱりメモリが多いことに越したことはないので、特にアプリをいっぱい開いていくとやっぱり差が出るので、そしてちょっとでも長く使うんだったらまあ3000円差を無理しても出した方がいいと思います。でストレージに関しては最初にも言いましたが、こちらねマイクロ SD が入りますので、そんな無理してね高い64ギガモデルを購入する必要はね全くないのかなと思います。でこれカメラは一応もう飾り程度のカメラと思っていただいて差し支えないかなと、いいのかなと思います。まあ写真を撮る用というか、アレクサ同士でお話をするとか、そういう使い方でね多少まあ見れればいいかなっていうカメラだと思いますね。うん、で一応まあ非公式ではありますけど Google ストアを入れることも可能になってますので、もともと中に入ってるのがねスナップドラゴンと言われてますので問題ないですね。で音に関しては十分ね、 MAX にするとすごい大きな音が出るので十分ではないかなと思います。で明るさに関しては外で見るとどうなのかな、多分 iPhone 系の方が、 iPhone とか iPad 系の方が明るさは全然明るいので、外で使う場合はちょっとまあ負けるかなと思います。それでもね価格を考えれば十分だと思います。はい、ということでですね、私が本日ご紹介したのは Amazon が出してます Fire HD 10 Plus になります。まずですね10 Plus と無印どっち買おうかって人は、ワイヤレス充電がいるのか、そしてメモリーが多い方がいいのかってことですね。個人的にはプラスを買った方がいいのかなと思います。まあそんなね価格差3000円程度だったらプラスを買っといて、メモリー多い方が、ね、長く使った方がいいので、それの方がおすすめかなと思います。あとサイズに関しては、雑誌系を読むんだったらまあ10の方がいいとは思いますけど、普通のね漫画とか文章系の文庫とか読むんだったら HD8 の方がねサイズ的にはいいのかなと思いました。でこちらねどういった方におすすめかなんですが、ま、8も含め価格がねとにかく安い、1万円あればだいたい買えます。プラスの無印割引してれば買えるし、8はね全然買えますので、プレゼントにもね本当おすすめだと思います。お子様にね買うとかそういうのもありかなと思いました。であとはですね、十分ね映画見るようにしたりとか、個人タブレットとしても十分使えると思います。まあ、品質に関しては、まあ、悪くないし良くもないって感じで、ただその iPad とかってアルミだと思うんですけど、あっちの外装って結構傷つきやすいんですよね。そして価格がまあ5万円とか超えてくるので結構キーを使うと思うんですよ。でもこの子は1万円とかなんで、なんか気軽にね使っていけるかなと思います。なので裸で使えるということで、結構ね重さもね、まあ、10インチの方じゃなくて8だったら特にパッとカバンに入れて持ち運べるという点ではすごくいいと思います。はい、まあ、5台買っても iPad1 台ですからね、うん、5回壊れた iPad1 台考えるとすごく安くて、動画見たり本読む程度ならすごくいいと思います。ただゲームやる人に関してはやっぱり iPad とかね結構いい値段するタブレットを購入しないとできないことはないと思いますが、満足いくパフォーマンスが出ないかもしれないので、そこら辺はね注意が必要です。この割り切ってやっぱり使うっていう分にはすごくね価格も安くて、まあいい機種だと思います。もう皆さんにお勧めできる機種だと思います。ということです。それでは皆さん良い一日を。